はいどうも、梅です。8月31日に日本版ラゴリでエクスパンション神罰の代行者という新たなアップデートが来ます。すでに知っている方は多いかと思いますが、アコライドから転職可能な文句、文句から転職が可能となるチャンピオンの追加、また新しいダンジョンの追加となっているみたいです。今回の動画では韓国ラゴリですでに実装されている文句、チャンピオンをざっと見ていきたいと思います。この動画を見るにあたっての注意点ですが、日本版にて実装の際に名称や数値に変更があるかもしれないので、参考程度にご視聴いただければと思います。ラグナロクシリーズではすでにおなじみの職業でもある文句チャンピオンはアコライトの派生で転職できる職業で、今までの職業にはない新しい戦い方のできる職業です。この職業の魅力の一つでもあるアシュラ覇王剣は一撃のダメージが最も高く、強敵と対峙した際に絶大なる威力を発揮してくれるスキルでもあります。この他にも様々なスキルがあるので、一つ一つ見ていきましょう。まず文句のスキルからです。文句のスキルはこのようになっています。従来型のスキル名となっているので、文句をやったことのある人なら見覚えのあるスキル名だと思います。では実際にキャラクターを用いてスキルを見ていきましょう。飛行、飛行は体内の気を気弾にして体にまとうようにします。一部のスキルを使用するとき、それぞれ異なる数の気弾を消費します。スキルレベルが上がるほど多くの気弾を作り出すことができ、気弾一つにつき物理攻撃が3アップします。鉄拳、ナックル系の武器熟練度が向上し、物理攻撃が3アップします。三段章、通常攻撃時 29% の確率で3段の連続攻撃が発動します。ターゲットに 120% プラス20の無属性物理ダメージを与えます。息吹、 HP と SP の自然回復が向上し、10秒ごとに HP、SP が以下の数式のもと回復します。見切り、永続的にフリーが3アップします。八景、気弾を1つ消費します。指定したターゲットに 100% の無属性物理ダメージを与え、さらにターゲットに装備ディフェンス -2% の追加無属性物理ダメージを与えます。爆裂波動の状態で使用すると気弾は消費しません。連打章、三段章の発動後のリレー中に使用可能なコンボスキルです。指定したターゲットに 300% の無属性物理ダメージを与えます。爆裂波動、爆裂状態の時、180秒間クリティカルが 4% アップします。爆裂状態の時、HP、SP は自然回復しません。猛竜拳、連打章の発動後のリレー中に使用可能なコンボスキルです。指定したターゲットに 450% の無属性物理ダメージを与えます。アシュラ覇王剣、爆裂状態で使用可能です。猛竜拳や連中砲撃発動後のディレイ中に使用可能なスキルです。すべての気弾と SP を消費して、指定したターゲットに以下の数式のもと強制無属性物理ダメージを与えます。詠唱後は爆裂状態が解除され、10秒間 SP が回復不可となり、5分間 HP、SP が自然回復しません。残影、指定した位置に素早く移動します。ただし、障害物を通過することはできません。混合、被弾を5つ使用します。混合状態となり、受けるダメージが 5% ダウンします。ただし、攻撃速度が 3%、移動速度が 1% ダウンします。以上が文句に登場するスキルとなります。三段章から繰り出すコンボは、連打章、猛竜拳、そしてアシュラへとつなげることができます。コンボを使うときにボタンを一つ一つスロットに登録してやるのは面倒と思っている方もいると思います。そんな方のためにコンボの登録も一つで済んで、発動に沿って押すだけでスキルを発動してくれるアイコンがあります。それがこちらです。このアイコンはスキル設定の一番上にあり、押すとコンボの設定画面へと飛びます。習得しているコンボスキルをどこまで発動するかが決められる非常に便利なアイコンです。プリセットが用意されていて、
カスタム設定することも可能となっています。この設定をすることによってコンボスキルが楽に放てるようになっているみたいですね。少し話が脱線してしまいましたが、次にチャンピオンのスキルを見ていきましょう。チャンピオンに出てくるスキルはこんな感じです。従来型のものもあれば、オリジンから出てくる新しいスキルもあります。では実際にキャラクターを用いてスキルを見ていきましょう。錬気功、一度に5つの気弾を作り出すことができます。復古剣、毛竜剣の発動後のディレイ中に使用可能なコンボスキルです。指定したターゲットに 300% の部族性物理ダメージを与え、 20% の確率でターゲットを移動不可の状態にします。剛剣、ナックル系の武器熟練度がさらに向上し、物理攻撃が 2% アップします。瞑想、あらゆる雑念を捨て素早い回復能力を獲得します。3秒間 HP が 16.5%、 SP が 27% 回復します。ジェラハドリ、スキル発動中に近距離物理ダメージを受けると、自身と攻撃してきた対象が8秒間動作停止状態となります。スキルレベルが上昇するとスキル発動能力を獲得できます。レベル2師団、レベル3八景、レベル4連打賞、レベル5アシュラ法剣が打てるようになります。師団、気弾を遠距離から敵に発射します。指定したターゲットに気弾を最大1個発射し、各気弾は 125% の部族性物理ダメージを与えます。師団を飛ばせる数はレベルによって変わってきます。連中砲撃、毛竜剣、復古剣の発動後のディレイ中に使用可能なコンボスキルです。指定したターゲットに 600% の無属性物理ダメージを与えます。気弾を2つ消費してスキルを発動できます。気弾を1つ追加消費するごとにスキルダメージが 15% アップし、最大5つの気弾消費で 45% までアップします。猛虎高破山、爆裂状態で栄翔可能なスキルです。ノックバック効果はダメージより先に発動し、指定したターゲットに 250% の無属性物理ダメージを与えてノックバックさせます。自傷剣、自分の全ての気弾を消費して三段章を強化します。気弾消費によって以下の通りに効果が発動します。ざっくりとした動画でしたが、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画で。